ハローグッバイは、ボーカルのフォーレスト・クラインにより、アメリカ合衆国カリフォルニア州ハンティントンビーチで2001年に結成されたパワーポップバンド、ニューファウンド・グローリーやハリファックスを輩出した、レーベルドライブ、スルーレコーズに所属し、2006年に初のフルアルバム、ゾンビーズ、エイリーアンズ、バンパイアズ、ダイナソーズの逆襲をリリース。 それ以前にも EP、Hell o イ b t e DVD, OMG, HGBDVD, ROTFL をネット上などでリリースしている。バンドは2001年当時ハンティントンビーチ高校に通っていたフォーレスト・クラインとジェッシー・カービンクのレコーディングプロジェクトとして始まった。友人に披露する程度の目的意識で、クラインの自宅パソコンを使ってレコーディングをしていた。 最初はスカだったが徐々にポップになっていく。初めて書いた曲はカービンク作曲のボニー・テイラー・シェイクダウン。この曲は後の EP ヘル・オグバイに収録されている。友人パークがウェブやグラフィックデザインをしていたことから、この緩やかなグループはウェブサイトを開き、mp3.com に曲を投稿するようになる。ここでにわかに人気を集めたことから、 フォーレストとジェッシーは友人に声をかけたり、地元で演奏する機会を得ていった。設立から2年間は地元での演奏を重ね、臨州のアリゾナ州への遠征や、アリゾナ州、ニューメキシコ州とテキサス州をピーチケーキと共にツアーする等の活動を行った。この間も、デモや T シャツの作成やウェブサイトを通したプロモーションを積極的に行う。2003年、 トップパンク専門レーベルドライブ、スルー、レコーズと契約する。結成からドライブ、スルー、レコーズとの正式契約までの間に、幾度もメンバーが交代している。現在、精エニシングのパーカーケースと交代。また当初のベースは、友人ポール・ホワイトだったが、脱退したため2002年に、マーカス・コールに交代する。さらにドライブ、 さあ、レコーズと契約後、ドラムのフローラが、大学進学のため脱退し、現ドラムクリスプロフェタと交代。2007年には、ベースのコールが脱退したため、クラインの長年の友人トラビス・ヘッドが加入。2004年8月17日にセルフタイトル EP、ヘル・オグ・バイをリリースし40万枚を売り上げている。このリリースに合わせ、忙しい全米及び海外ツアーを行った。 サウンズ・オブ・チェンジツアーの移動中に移動者がコールの居眠り運転によってひっくり返る事故を起こしたが、幸いメンバーに怪我はなかった。この頃のツアー履歴はで見ることができる。当時は、オール・アメリカン・リジェクツ、モーション・シティ・サウンド・トラック、パニック・ワット・ザ・ディスコ等とツアーしている。2005年、サウス・バイ・サウスウェスト・フェスティバル参加中に、MTV のリアル・ワールド、 オースティン編に出演する機会を得、SXSW フェスティバル参加バンドの舞台裏として紹介された。このテレビ出演が大きくバンドの知名度向上に貢献した。2005年11月22日に2時間分のライブやツアー映像を収録した DVD、OMG、HGBDVD、ROTFL オリディース。2005年12月には、 MTV2 のデューサーキットブレイクアウト賞を受賞し、1万ドルの賞金とギブソンのギターセット、さらに大型全米ツアーのオープニングのアクトを獲得した。2年間のツアー後、ハローグッバイは、初のフルアルバム、ゾンビーズ、エイリアンズ、ヴァンパイアズ、ダイナソーズの逆襲を2006年8月8日にリリース、2006、2007年も、 精力的にツアーをこなした。オルタナティブプレス氏のインタビューによると、2008年に新アルバムをリリース予定とのこと。2007年1月には、シングル、ヒアがラジオのチャートで再浮上し、ビルボードで14位、ポップ100で9位をつけ、プラチナ記録を達成。さらに同月、アメリカの3つの深夜トーク番組で演奏した。同年3月に、 MTV のバラエティ番組、エンゲージドウンデラゲで、シングル、o、oh, ー It is l ラブが番組テーマ曲に選ばれた。さらに3月13日 iTunes で過去の3曲をリミックスした特別 EP を発表した。2008年9月に、バンドのオリジナルメンバーの一人である、キーボード担当、ジェッシー・カービンクが、 大学卒業のためバンドを脱退することを表明し、ザーリー・ノーベンバーの元ギター、キーボード担当のジョー・マーロと交代。2008年10月、バンドのブログ上で、ドラム担当のクリス・プロフェタがバンドを離れるため、元ハロー・グッバイメンバーのアーロン・フローラと交代すると、発表された。2008年秋には、ネバー・シャウト・ネバー、性能・モア・エース・エンダーズ、 プレイラジオプレイ等と全米ツアーを実施予定。クラインのインタビューによると仲間内で機会を逃さないよう今あるチャンスを大事にしたいという思いがバンドの重要なテーマとなりバンド名に込めた思いだが実はアメリカの人気ティーンドラマセーブドバイザーベルの一節に触発されたもの。最後にザ・ビートルズのハローグッドバイを影響元として挙げている。 ありがとうございます。